サプライズ行ってみたいと思います、はい、やった、はい、続いてのサプライズこちらです。サプライズメッセージ、うん、ありがとうございますメッセージ、はい、いろんな方からこれ嬉しいやつ、新谷へのお祝いメッセージ届いております。やったー、では早速見ていきましょう。嬉しい。 VTR どうぞ。ズミー18歳のお誕生日おめでとうございます。ありがとう、ありがとう。はい、桜学院2018年度卒業生の日高麻凛です。はい、ズミンとは出会って6年目になります。今でもよく連絡を取り合っていろんな話をしているんですけれども、してますね。最近になって私と彼女の間でいろんな共通点が見つかったり、そうそう、同じフィーリングを持つことがすごく多くなってきて、そうそうそう、一緒にいるとすごく安心する存在でもあるし、同時に刺激ももらえる特別な存在です。はい、ズミンのあのアットホームな安心感のある空気が私は本当に大好きです。変わらない。これからも一緒に過ごしていきたいし、いろんな話がしたいし、あとこの状況が収まったら一緒にいろんなところに行ってみたいです、はい、素敵な18歳を送れるように願っています。素敵な1年になりますように。ありがとう、本当におめでとう。ありがとう。以上、日高麻凛でした。バイバイ。ありがとう。そう、これ嬉しいですね。どうですか。めちゃくちゃ嬉しい。なんかそう、麻凛とは最近よく喋るんですよ。ほうほう、電話とかもするし、うん、メールしてたりとかもするんですよ。だからなんかやっぱ普段話してる中でなんかそういうこと感じてくれてたんだなって思うとすごい嬉しいし、うん、これからもまた会おうねっていう早く会いたいねってすごい思いました。ありがとう、本当に。なんか桜の時よりも絆がまた深まってる感じがすごいしますね。そうそうそう、卒業してからの方がなんかよく喋ってる気がする、うんうん、そうなんです。ありがとう、本当に嬉しい。ということで、ということで、はい、メッセージをくれたのは元桜学院卒業生、はい、うん、日高麻凛でした。ありがとうございます、本当に、はい、嬉しい。実はですね、はい、もう一つメッセージが届いております。そちらもどうぞご覧いただきたいと思います。はい、ありがとうございます。 VTR どうぞ。スライズテープのご覧の皆さんこんばんはゆずと一緒に桜学院を卒業した麻生真彩ですゆずお誕生日おめでとう。ありがとう、イエーイ。はい、もう桜学院を卒業してから3年の月日が経ちますが、ゆず、そしてさらちゃん、お元気ですか？イエーイ、まやは元気でーす。え、はい、もうすぐゆずは18歳になるということなんだけど、18歳になったら何かやりたいこととかありますか？ちなみにまやはすごい髪を染めたくて、もう大学生になったらどんな髪にしようかなって今からすごく考えてるんだけど、ゆずはお仕事で金髪にしてたり黒髪にしてたり、ほんといっぱいね、可愛い似合う髪色をしてて、本当に羨ましいなって思ってます。だからまやが髪を染めるときはぜひゆずのその髪染め先輩としてのアドバイスをまやにいっぱい教えてくれたらなーなんて思ってます。はい、今はねゆずはもちろんさらちゃんとも全然会えてなくてすごく寂しいんだけど、また自由に出歩けるようになったらマリンも誘って3人でどっかいっぱい遊びに行ったりしようね。しよう。はい、ゆずは今女優さんとしていっぱい頑張ってると思うんだけど、まーやも歌手として頑張るために今いろんなねことをいろんなことを練習したりしています。だからお互い最高のスーパーレディになれるように頑張ろうね。ありがとう、はい、ということで以上、麻生真彩でした。バイバーイ。ありがとう。ということでメッセージをくれたのは元桜学院卒業生麻生真彩でした。久しぶりすぎてあんまり連絡は取ってないのか。全然取ってなくて、うんうん、なんか何してるのか分かんないでもなんか撮ろうと思っても、うん、なんか喋ってなさすぎて、うん、なんて声かけていいか分からないっていうのを
最近すごい思ってて。じゃあめっちゃ久しぶりだったのかな。めちゃくちゃ久しぶりなんですよ。だからなんかもや元気かなってすごい思ってたんですけど、元気そうでよかった本当にもうメイク崩れて、もうメイク崩れましたよ。あーよかった本当に本当にありがとうございます、うん、どうぞ拭いてください。めちゃくちゃ嬉しいですこれ、うん、めちゃくちゃ嬉しい。なんか多分ふけさんも麻生のこと見るの多分久しぶり、めちゃくちゃ久しぶりですよ ですよねきっと。なんか良くも悪くも変わってなくて安心しますね。よかった、うん、もう、うん、もうこれ終わったらすぐ連絡します。本当にありがとう。連絡します。すぐ連絡します。大丈夫。なんて話しかければいいか分かんなくなってね。ありがとう。ありがとう。よかったよかった。本当にありがとうございます。ありがとうございます。いや大丈夫です。本当に大丈夫。全然大丈夫です。本当に大丈夫ですか。やばいですか。いや行けない。行きますよ。行けない。大丈夫です。行きます。オッケーオッケー。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。